原始に混沌あり、対極より陰陽分かれいでて、天となり明となる。木下土金水懲りて、一輪の大火を生ず。これ大地王かなり。原始に混沌あり、対極より陰陽分かれいでて、天となり明となる。木下土金水懲りて、一輪の大火を生ず。これ大地王かなり。天に28の静粛ありて、王家の因果をすべ。時の流れ乱れ、一斉に生じて大地に下る。それもまた因がなり。されど、それが何の因たるや、また、いかな果を生むや、いずれも知らず。かくて、時は流れる。そう。これが始まりにして時の歯車。この桜花の大地に下りし、彼女の名は、黒星明。しかし、この桜花の地は、黒星明の世界の古代中国に似て異なるもの。仙人が暮らし、陰陽の木を操るもう一つの世界。仙人とは、仙骨を持つ者が生徳を積み、陽気を増やし、自らの体内にその気を巡らせる。逆に、落語を重ね、陰気を増やそうとする者を邪仙という。ここはどこ？私。桜花の世界で初めて出会った仙人、白孔明は問う。我を信じよと。そして、彼女は来世聖書として、仙人の白孔明師母の下で修行を積むこととなる。下国にゃんにゃん様よりの命令じゃ。
つーゴー、ゴーちゃんのことでな。Thank you.